緊急津波警報が発行されました。次の都道府県、茨城、千葉、神奈川、静岡。千葉県の南約 600km にある950mの宇宙団が太平洋に衝突しました。津波は約 205m の高さで発生しており、海岸に向かっています。被災地のすべての住民はすぐに高い丘や建物に避難することをお勧めします。沿岸地域に住んでいる場合はすぐに上り坂に向かう必要があります。津波は今後40分以内に高リスク地域を襲うと予想されます。低リスク地域に住んでいる人々はこの緊急事態のために地元のラジオ局を監視することが奨励されています。